高所恐怖症なんですよ。初の練習して時差です喋ってるスタート OK はい、皆さんこんにちは、ニーハオ、ハロー、井上正弘です。今日はピンクの特撮の撮影に来ております。で、今日はですねトランポリンを使ったアクションに挑戦させていただきます。果たして僕がしっかりとこうトランポリンのアクションをやることができるのかというのがまず一つと、そしてもう一つ、今日はフォビア役の林拓磨が来ておりまして、で彼まあ、かなり神出鬼没でいろんなところに現れると。で今日その高所にいるフォビアというのがあるんですけれども、なんと彼高所恐怖症です。高所恐怖症の彼が高所恐怖症を克服しながら芝居することができるんです。そしてね、3つ目はね、今日はねいろいろ盛りだくさんで、ヒロイン役のね田口さんもいますし、そしてクラウドファンディングでエキストラ募集で、来てくれた方たちもたくさん、いらっしゃるということで、今日はその3本立てでお送りしたいなと思います。それでは行ってきます。これからトランポリン立つです。ちょっと行きましょう。やばいな。いや現在撮影ね結構押してるんで、割とこれね早くやんないといけないんですよ。久々トランポリンなんで、これ取りに行くっていうのがねやっぱね回転を遅らさなきゃいけないっていうのがちょっとあれでしたけれども、なんとかねいい感じになってればいいですね。まあどんな感じでできてるかは本編でね、お楽しみください。あーよかった。いやちょっとね 3,4 年ぶりぐらいにいきなりトランポリンはねしびれますね。ジタリスが怪我してやだ。おー、高いとこから落ちるなよ。あ、気をつけます。大丈夫だ。いやもう頑張りますよ。井上さんが頑張れる、支えてくれるんですよね。正義のヒーローです。あ、落ちても、はい、あ落ちたらまあ見放しておくよ。その時はもう変身して、うん、助けに来てください。あー、その時だけちょっとバタバタするかも。勘弁してくださいよ。今からって話ですけどね。オリジナリティ溢れてる形態変化をやろうとして。それで行くの？それで行くの？あ、それいいね。高所恐怖症治りましたね。克服しましたね。やっぱりヒーローたるもん。ポン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 って言って、はい、でこっちの人の手はパーとグーと近いと思う。結構ポーズが決まったみたいですけれども、当日こうノリで決めるの早田らしいっちゃ早田らしいですね。ヘリマットかけてとか言って最初やってたの。僕これで最終話までこれでやるの嫌ですかって。ということで、ハエタクの形態変化のポーズが決まったみたいなんで、ちょっとこれ本番の映像を見てみましょうか。今、俺ら15.91。タイムアウト。
よーい、はい。なら、もっと卑怯な手を使わせてくれ。携帯変換。カット。思いのほか今日考えたなりにはかっこよかったですね。やっぱりやっぱすぐ出てくるんですね、 TikTok とかは。早田くんは、まあ、高いところでも意外といけるということが分かったんで、まあ、多分高所恐怖症っていうのは嘘なんじゃないかなと思いました。以上です。高所恐怖症なんですよ。今無事にカット取り終わったんですけど、気持ち悪くなってきました。高所恐怖症用意しました。自分の身長より高いだけで結構怖いですね。ジャンプして怪我するぐらいの高さからもうアウトです。今日なんてもこれもう何回やってたろうな。結構高いんですよこれ。肉眼で見るよりね、実際結構高いんですよ。お芝居というよりも弱気になりそうでしたね。マスター、はい、ということで次本番なんでちょっとモニター見ていきましょう。はい、よーい、はい。あと、はい、うん、OK、はい、はい、はい、うん、OK 出ましたね。ちょっと待って、大好きできないパソリ。ああ、全然全然、これいつも OK です。いつも OK？ もう全然、もうドライぐらいだな。ちょっともう一回、こんな感じでそんな風にやってないじゃん。ちょっと盛りすぎでしょ。なんかね、上で今チラッと聞こえたんですけど、芝居できてましたね。なんかあいつ俺に対してなんか上から言ってたの。いやいやいや、もういやでもちゃんとできた。あ、よかったです。頑張ってください。はい、はい、最後で大輔もっとできたでしょ。あ、僕自身がちょっとさ、もうちょい動けたでしょ。もうちょい動けた、うん、もっと動いて、うん、ちょい一回打って動いてみてみ、もうちょいなんか縫うようにしてさ、縫うようにして、うん、それもう一回やってみる。一回やってみよう、一回やってみよう、縫うように。新しい希望の世界へと進もうと、どんな波も心の生きているな。はい、次クラップだからもっと盛り上がるよ、もっと盛り上がるよ。次、せーの、新しい勘弁してください。はい、結構身しみになってきましたけども、これもあやかが次の方が歌うように聞いてみたいです。どうすか。もう本ちゃんでやっちゃいましょう。もう本ちゃんでやっちゃうって。いいですね。でもね、僕のアイコンも全部これ写しに行くよ。し、じゃあ焼き芋か、やってみて。じゃあちょっと見守ってあげて、背中してあげて。はい、背中して。はい、行きますよ。じゃあ本番です。よーい、はい、で音流してください。よーい、はい。カット。うん、難しいね、入り方はね。何回もやるしかないね。はい、じゃあやります。よーい、はい。早いだろう。カット。また、プラック6。よーい、はい。
はい、OK です。 OK、 はい、ということで実際の歌声はあのオンエアを楽しみにしてもらえたらなと思うんですけども、完璧でした。ちょっとなんか安堵の表情です。どうでした？最初の方が来ました。あー、よかったよかった。全然間違わなかった。次、聖太郎さんが来たんだよね。さすが、松宮さんがアイドル好きだし。そう言いました。まあ、こんな感じであの今日は撮影は続いております。皆さんもあのこの、ね、作品ができた時にまたちょっとねそういったシーンも楽しみに見てもらえたらなと思います。それでは皆さんありがとうございました。またねー。